2年連続9勝止まりの戸郷、山崎伊織に激一筋縄ではいかない。10勝を前に5度の足踏み、言葉には出さないが悔しさ、憤りが募る。そんな時、2021年と2年連続9勝止まりを経験した戸郷が言葉をかけた。だんだん、あれ今年ないんかなって思ってきちゃう。僕は2年経験してるから、どっかで勝てると思ったらあかん。1試合1試合を見なきゃ。一番いいのは投げる試合を全部勝つこと。富山先、ただ勝利を目指して前を向く。次、また頑張ります。とシンプルな言葉に力を込めた背番号19。もがいた分だけ勝利の重みも大きい。経験者は語る。5試合連続足踏み中の山崎くんへ、お前さんたちと野手が悪い。途方にもそんな時代があったな。最初の方とかスタミナなく7回とかで捕まってたしな。なんとか10勝いってほしいな。その結果たどり着いた結論が140球完投ですよ。ここ数年投げまくってるイメージあるけど、来年大丈夫なんだろうか。戸郷とよりは将来タイトルを争い合うようになるだろうな。この2人おるなら巨人来年は跳ねんちゃう。後半手に勝できればいいからな。前編だってそんくらいの年あったし、疲れるとどうにもならんのが先発ピッチャーだよ。巨人の問題は先発じゃなくてお前さんたちと撤収打線だろ。逆転勝ちの回数少ないんじゃない。ご視聴ありがとうございました。